平成10年の高野局長の答弁を批判に出され、そして質問をされた次第であります。委員長、後藤祐一君。質問にお答えください。その時に平成11年の政府見解の存在はご存知でしたか。岸田外務大臣。まずその高野政府委員答弁、そのものをその時点まで確認しておりませんでしたので、その答弁そのものについて、この意味、後の動き等については、その時点では確認承知はしておりませんでした。委員長。後藤祐一君。答弁を承知していなかったのか、11年政府見解を承知していなかったのか、ちょっと分かりにくかったんですが、先週木曜日の答弁は維持されているという記者大臣答弁をされていた当時、平成11年政府見解については、そしてそれが現在まで維持されているという言い方を金曜日はされたわけですけれども、この平成11年の政府見解の存在はご存じなかったということですか。岸田外務大臣。その時点では平成11年の政府統一見解については確認はしておりませんでした。委員長。後藤祐一君。知らなかったということですね。委員長。岸田外務大臣。はい、資料も持っておりませんでしたし、その点につきまして、何も事前に確認はしておりません。委員長。後藤祐一君。だとすれば木曜日、これ知らなかったということ自体大変重要な問題ですが、これ非常に主演事態法の関係で非常に重要な政府見解ですから、であるとするならば5月28日